はい、今回はですね、今ちょっとね、いろいろね、こうネットニュース等で賑わってるね、うん、まあライジンで活躍するね、格闘家の朝倉未来さんがね、これちょっと過激にネットで挑発を続けてる平本蓮さんをちょっとまあ訴えるというようなこと、うん、まあこれをもうちょっと動いてますよと、本気でやるよっていうようなね、まあまだね、訴え出るということにはなってないんですけど、まあこれに対していろいろね、アンポルギアさんや、堀弁護士か、トライフォースの朝倉の兄弟がね、所属してる、まあ、そういったようなこう法廷闘争がね、心配される中、はいはい、まあちょっとね、平本蓮さんが、和解しましたみたいな形で画像をついて、なんやと思ったら朝倉未来さんの真似した RG さん、ね、あれはちょっとやりすぎやね、うん、まあでもまあこういうような感じでどうなんでしょうかね、はいはいはい、お互いがこう挑発し合ってるという、はい、まあ、こうやってまあ、いろんなこうネット記事にされてるのも事実ですからね、まあ、こうやって取り上げられてるというような、まあ、部分が今あると。その RG のとこだけちょっとさっき言わせてもらったら、はい、あれは RG やったらあかんやろって思ってしまうんですよ。なるほど、うん、っていうのも、これまあ、いざ真剣にこう、傷ついてるっていうことで、うん、まあ、いろんな被害を、誹謗中傷に対する、いろんな被害を受けてるっていうことで、うん、真剣な意味でもし言ってるっていうのを、この、訴えるって言ってるんであれば、うん、RG が横やり入れて協力するっていうのは、ちょっと違うんじゃないかな、うん、あの、モノマネでしてね。おちゃらけたらあかんとこやとは思うわけですよ。うん、どうでしょうかね、そのちょっとエンターテインメントの部分とこう、そうそうの、ね、境目っていうのはちょっとね、あそこは笑えへんですよね、そう、細川隆のモノマネしてるのとわけがちゃうから、なるほどね、っていうのは僕の勝手な意見です。なるほど、はい、まあ、この辺もね、まあ、あのね、受け取られるというのって、まあ、いろんな、まあ、まあ、ある意味それも含めてのこうね、話題作りなのかもしれませんけれどもね。うん、でまあ、そんな中ね、うんうん、アンポルキアさんとかもね、いろいろコメントもね、出されておられますよね。そうそう、いや、まともな、はい、まともな言うとあれですけど、あの、ちゃんとしっかり的を得て喋る、ね、格闘家である以上は、その、言っていい範囲と、ダメな範囲とあると。確かにね、はい、アンポさんは、まあ、格闘技界が何やら騒がしいけど、平本の煽り、誹謗中傷。俺はそこまで気にしてないけど、人のこと煽るにしても限度超えるっていうことが多々ある。限度超えてありますよね。そうそう。その辺の見極めは難しいかもしれないですけど、やっぱりプライバシーのところと格闘家であるところの範囲っていうのは、その本人が一番よく分かってますよね。なるほどね。まあね。まあ、この辺のね、今ちょっとね、ブレイキングダウンとかの流行りがあって、まあ、なんていうかな、いろいろ挑発するっていうのがね、ものも一つ、難しいところですよね。まあ、注目されなければ、やはりその試合も注目されませんし、それどんだけそれが強いとか、強くないとか、そういう概念あれば、注目されるということで一つね、入り口ができますんで、やはりプロの選手っていうのは注目されてなんぼやしね、そこでお金が生み出されますし、そこを無視してただ強いというだけでやっぱりね、そこにこう、見る人は集まってきませんし、見る人が集まってこないということは、そこにお金を生み出すことができないということですよね。だからこのまま行って、その平本蓮と朝倉未来がまあ試合やってほしいっていうのがこう、本当ね、いろんな人が思ってると思うんですけど、実際これで裁判沙汰になったら、試合が終わってしまうんじゃないですか。まあ、2人ともね、試合決まってますからね、次のライジンで、平本さんはね、前ね、ライジンフェザー級チャンピオン、斉藤さんとね、戦いますし、で、朝倉未来さんはね、お互いこう負けたクレベル小池さんに負けてる、前回の、前王者ですね、フェザー級王者、牛久さんと戦いがありますので、ね、うん、まあ、そういうような形でね、まあ、いろんな部分でこう注目せざるを得なくこうなってきましょうね、我々は。はい、ではまた次回、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録。